子前菜ミニよろしくお願いします。皆さんこんばんは、姫江美子です。昨年の12月の衆議院選挙、本当に皆さんお世話になりました。ありがとうございます。それにしても今日は本当に来てよかったです。あんなにこう目をキラキラ輝かせて子供のように夢を語る小田一郎代表が見ることができて幸せでした。皆さんありがとう。ここに立つと皆さん一人一人のその思いと変わらず信じてこう頑張れ頑張れと支援してくれるその気持ちが私たちを奮い立たせてくれるんだなということが本当に足元から伝わってきます。ありがとうございます。昨年の衆議院選挙ははっきりと裁判所で違憲という判決が下されました。違憲ということは皆さん憲法に違反をしているんです。憲法に違反をして、そんな選挙で選ばれた議員が今国会を牛耳って、そしてこの国を運営をしている、そんなまがいものの国会や、そしてこの日本を、それこそ本当に真の民主主義の私たちという主語が取り戻す選挙、皆さんぜひしましょう。皆さんの力があれば、ぜひ私たちが本当に求めている日本人の、この日本人の魂が求めている日本を取り戻すことができます。皆さんよろしくお願いいたします。私はまだこの次の予定が決まっていませんが、でもまずは一人一人の同じ思いの同士が一人でも国会に帰って、そして皆さんの思いが、そして純粋なその思いがしっかりと実るように頑張りたいと思います。ぜひ皆さん、私たちは皆さんと一緒にこれからも